い、はい、そういうわけでしてね、はい、ジャッカル中西と新山がお届けする金さん銀さんチャンネル、はい、はい、今日はね、YouTube でチャンネルをやることになりますね、2人で。そうですね、はい、記念すべき第1回ですね。第1回、はい、まあ、第1回ということで、東京都中央区の宮古さんに来てます。銭湯で、まあ、汗を流しながらいろいろ話をしていこうかと思いまして。いいですね、はい、でその前に、うん、まずじゃあ検温しましょう。検温、はい、まずね、検温しましょう。5度2分それはおかしい5度7分低いですね。なんかおかしいですね。動きましょうか。はいはい、5度6分、うん、ちょっとずつ上がっていくね、うん、最終的に7度近くまで上がると思うんだけど。5度7分、まあ、もう一回いこうか。低い分じゃいいんじゃないですか。そうか、5度2分まあ、まあ当てにならないってことでね。5度6分、まあ、はい、低いので、まあ低いからいいか、はい、うん、そういうわけで、はい、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか、はい、行ってみましょう。ああ、近代的な ね銭湯ですね。よし、みなとゆさん、よいしょ、ありがとうございます。はい、ここは、あ、どうもどうも、ありがとうございます。じゃあ、男、男よ、男ですよ、当然。じゃあね、じゃあ、できますか。よいしょ、いや、この時間からね、銭湯もいいね。チンチンが出ると5台かけるのが大変なんで、出さないでください、ね、おちん、よし、じゃあ出さないよね。バンドのサックスとフルート担当、ジャッカル中西と、クレイジーケンバンドのベースと叫び担当の新山です。はい、はい、ね、2人で、YouTube にね、動画を上げていこうかと思いまして。そうですね、はい、まあ、日常的なことになりますかね。まあ、そうだね。そうですね、うん、まあ、特に面白いことをどうのこうのっていうわけでもないと思うんですが、うん、はい、ね、まあ、楽しくやりましょう。初回はいつも銭湯です。そうですね、初回銭湯多いですよね銭湯3回目ぐらいですか、銭湯のシーンとか。ああ、まずは TVK の番組、はい、ね、あとはなんか映画ね、映画、映画で銭湯のシーンありましたあれはいいね、いいね、いいね。そうですね、うん、はい、そうでしたね。まあ、そんな感じで、うん、頑張っていきましょう。わかりました、はい、いや、いいことだね。ね、うん、はい、はい、じゃあですね、まあ、どんなことを撮っていきます？そう ね、どういうことをやりたいですかね。まあね、俺と中西君、まあ、シンヤマンとジャッカルはね、今までの流れでいくと、そうね、例えばお互いね、行きたいところに交代交代行くっていうのもあるよし ね、俺もね、あのジャッカルも、まあ、ハーレーつながりもあるし、あ、バイクでちょっとどっか行ったりもしたいです ね、もしくは、まあ、お互い好きなもん食いに行くとかね、うん、そういうのもできるんじゃない。そうですね、それもいいですね、うん、川よく行ってるじゃないですか。そう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 、まあ、もう秋なんでちょっと今年はいけないですけど、なんか来年まで続いてたらね、来年はね、川も行きたいですね、ぜひともね、はい、ただ、河原で着替えるからフルチンでその辺を覚悟してもらわないとね。まあ、もしくは家から海パン履いていくって感じですね。そうですね、わかりました、はい、うん、あとほら、うん、もし何かこういうことやってくださいっていうのがあったら、うん、コメントをしていただければ、はいはいはい、できる範囲でねやりたいと思います。まあ、そうだね、無理なこともあると思うんですけど、あ、もちろん無理なことだらけだと思うけどねできることはまあやっていくかなと思いますので、
まあ今の旬で言えばね、BTS の踊りやったりとか。それハードル高いですね。ハードル高いぞ。まあそんな感じで、あのなんかやってほしいことがあったら、うん、コメントしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これシルクボロらしいね。うん、シルク。シルクね。素晴らしい。肌がツルツルみたいです。なるほど。はい。これで46度だね。これはちょうどいいぐらいだね。あ、でもやっぱこれ暑いわ。あー！せっかくだったね。これ寒いですよ。最近銭湯とか行きます？ね。銭湯行ってないですよ。もうね、最後に行ったこういう風呂はね、うん、どこになんだろうね。去年箱根やったっけね。去年はあったかな。もしかしたら去年の箱根が最後かもね。この時間の銭湯とかいいのかね。なかなかね。よかったね。よいしょ。よし、じゃあサウナ行きますか。行きますか。はい。サウナも久しぶりですね。サウナ久しぶりだね。はい、本当にいいよな。やっぱりこうね、体の中の毒がね。毒を出さないと、ね、毒だらけじゃないですか。そうよ、ね、油ね、毒っていうかね。油ね、油も抜けんじゃないですか。油抜けると思う ね、うん、ね、やっぱりね、やっぱこうラーメン好きだからね、うんうん、油とか塩分気をつけなきゃいけないんだけどね。そうですね、油と塩分溜め込むとね。腰悪い。腰悪い。今大丈夫。もう大丈夫、うん、腰は大事ですからね。腰全然僕大丈夫です、ね。ジャッカル君はなんか昔巨人の腰って言われてましたもんね。腰ヒューマンでしたっけ。巨人の腰なかなか使いづらい使い方しますよね。腰ヒューマン、腰くん、ね、素晴らしいです。俺ももうちょいこの腰を鍛えて、俺の場合でもこの足が細い、あ、体が大きい割に足が細いっていうのよく言われますね。なんだ足鍛えると年取ったらね。スクワット、スクワットとかね。うん、そうですね。水だ、水、水まくる。行こう行こう。うわー、冷たい。これいい。うわー、冷たいですよ。はい、はい、こんな感じでやっていきますので、はい、もしよければ、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、もう一回サウナ行こう。え、もう一回サウナ行こう。サウナ行こう。サウナ行こう。チンって行くよ。ここのテストは本当にいいね。先頭料金470円のサウナ470円の870円、はい、素晴らしい。やっぱりね、お風呂の後は子供の頃で言えば何、ドリンクは、ドリンク、あの瓶の、瓶のコーヒー牛乳か、はい、あとリンゴジュースか、ね、リンゴジュースあったし、あったね。スカスカコラ、そう、その針のやつ、針でね。俺はあのパンピーって言ってますけどね。パンピーオレンジってのはね、もう今はねビールだけど、昔はパンピーオレンジとかマミーとかね、そういうの好きだったね、うん。今もね、銭湯っていうのはあのバンダイがないんですよね。ね、ね、あのバンダイっていうのはスリリングだったよね。ちょっと見えるみたいなね。こう入ってくる。入ってくるちょっとね。ね、だから目だけこう横行ってる感じのドリルになっちゃうね。バンダイのアルバイトしてる男の子とかはね、なかなか目のやり場に困ってた。困りますよね。ね、確かね。一回ちょっとバンダイ座ってみたい気もしますけどね。ね。まあ、で座ったら座ったらあの。どこ見てるか分かんなくなりますよね。そうだね。まあでもね、一回ぐらい座ってみたいね。はい、それではそんな感じで、じゃあやろうか、はい、ね。
行きましょう。はい、行きましょう。はい、自分がいつも稽古している空手の道場にやってきました。はい、聖堂会館ですね。はい、シンヤマンがね、はい、稽古初体験ということで、そうなんです。はい、今から稽古を始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10